じゃあ続きやっていきましょう。前回は武器の神様を武器として使用したらものすごい使えない子だったというところで終わったんですけれど、引き続き図鑑完成目指して頑張っていきたいと思います。現在 61.6% かな、そうだね、196個で 61.6%、 もうちょっとだね、あと 40% 頑張っていきたいと思います。で、じゃあまず町民の皆さんゲットしちゃおうか。はい、というわけで全人類をゲットすることに成功しました。今この世にいる人間は上子一人になりました。皆様のご協力ありがとうございます。全て商品になってしまった人類、果たして誰が買ってくれるんでしょうか。結構人数いたんですけれど、とりあえず勇者も含めて全員人間をゲットすることができました。種類別に並び替えたら最後がうんちになるんだね。まあ人というのはうんこ製造機だから仕方ないよね。じゃあ、このハテナがついてるやつ、結構ね鑑定してある人もいるんですけれど、鑑定してない人の方が多いので一人一人鑑定していきたいと思います。村の女性ピランカ、平野村に住む一人暮らしの女性、美人だし性格もいい。その割にはなんか対価を求めてきたよね。草むらで草むしりしろとか、本当に性格いいのかな。一家の父親テルショ、村に住む仲良し一家の大黒柱、いつも外で子供と遊んでいる。仕事はしていないのかな。一家の母北東馬、平和村に住む家族の母親、普段は優しいが怒ると怖いらしい。そうだね、炎を吹き出すぐらいだからね、人類を超越しているよ。食堂の料理長フランベル、平和食堂を切り盛りする料理長、戦いでは足技が得意。なんかオールブルーとか目指してそうだね。食堂の常連トンファ、平和食堂に毎日通う常連さん、最近血糖値がやばい、外食しまくってると仕方ないよね。行動回数を下げる、あー 20% だったら微妙かな。グルメツカツバルガ、世界を渡り歩く自称グルメツ、平和食堂を絶賛している。あんな毒とか出してくる料理を絶賛しているわけか。まあ2だから、自称だから仕方ないのか。井戸端のおばさん吹き屋、よく井戸端会議をしているおばさん、一度話し始めると2時間は止まらない。この人が多分俺が最初に殺しちゃった人だよね。すいません、わざとではないといえ殺人を犯してしまって、ヒステリックビンタがすげえ。井戸端のおばさんイルミサ、噂話が大好きなおばさん、いつも井戸端で話に夢中だ。2人で話してるだけなのにね、新しい情報は入ってくるのかね。散歩中の老人ロット、村でよく散歩している老人、聞いてもないことを語ってくる。 RPG あるあるだわな。散歩中のおじさんランヤパ、村を散策していたおじさん、遠い故郷から出稼ぎに来たらしい。吹っ飛ばす、吹っ飛ばすこと、これ結構強くない？これ HP 弱くてさ、捕まえるの大変だった人だよね。枯れ木があるおかげでゲットできたけど、なるほど、こいつも結構使えるっちゃ使えるのかもしれないね。冒険者機関人、伝説の武器を求める冒険者、三度の飯より母ちゃんが好き。なんか冒険者の割にはクソ弱えんだけど、なんか見かけ倒しすぎない？キャンパーバスターと、海辺でキャンプをしていた青年、どちらかというとインドア、なんだろう、パリピに憧れてたのかな、それで外に出たのかな。キャンパーイクパー、ソロキャンプが好きな女性、祖父の影響でキャンプを始めた。ソロキャンプって楽しいのかね。ぼっちの私が言うものでもないけれど、やっぱりそういうのは友達とやった方が楽しいと思うけどな。キャンパーチャクラ、一人ではしゃいでいるキャンパー、炎を見てテンションが上がっている。炎が発生する、炎に憧れがあるんだね。旅の女性カトラス、自分を探して旅する女性、洞窟の危険性を教えてくれた。そういえばそんな人もいたね。この人のおかげで洞窟入るのためらっちゃったけど、おかげでね、下から順番に弱い順に行けたしね。ありがとうございました、その説は。冒険者フルイレ、毒沼の危険性を教えてくれた冒険者、薬草もくれてとても親切な人だ。これあれだね、武器鑑定しながらこうやってさ、一人一人のさ文章を読んでいくとさ、今までの冒険が蘇ってくるね。素晴らしいわ、いろんな人に助けられてきたんだね。助けた人を武器にする鬼畜仕様、かわいそうすぎるよ。じゃあこの木こりの男、この人にもねかなり助けられましたからね。木こりの男性ウォンマ、古びた小屋に一人で暮らす木こり、斧の扱いが割とうまい。娘の扱いはね下手だったけど、防具を下げる 30%、 なかなかですからな。旅の老人ブロード、
のんびりと旅をする老人、人生とは何かを探し続けている探求者多いなこのゲーム。冒険者 S と強さを求めて旅する冒険者の男、熟練者ぶっているがそこまで強くない。そうだね、あのコンビニの店員の方が全然強いんだよ。バザーに向かう女性高菜、日々バザーに向かって歩く少女、女性バザーにたどり着く日を夢見たどり着いたことないんかい。あんなものなんでいけないんだろうね。多分極度の方向音痴とかそんな感じなのかな。物売りの女性やわらちゃん、バザーで店を構えていた女性、かなり勉強熱心、モーニングスターをで売ってくれた人だよね。最初お金がなくて買えなかったけどテレビショッピング風ですごい売るのがうまかったですね。物売りの男性レイフや、バザーで野菜を売っていた男性、実はかなりのおばあちゃん子。あれ攻撃力33で2回攻撃って結構強いんだよ。人参を使って頑張ってるからね。あの人参がレイピアだったってことか。なるほど。物売りの男性プッサ、見るからにイカサマしてそうな物売り、こういう人は関わらない方がいい。いや逆に利用するのがいいんじゃない。しかもあの像ってさ、実際に高く売れたから物を作る才能はあるんだろうねこの人。バザーの客シュリンケ、バザーを楽しんでいた赤髪の男、所持金は28円。何を買おうとしたの。うまい棒なんて言ってないよバザーに。バザーの客スクラマ、バザーに来ていた女性、半額セールが始まるのまだ、そんなのあったの。俺も半額の時に買いたかったな。バザーの客ブンディ、暇なのでバザーに来ていた男性、怪しい壺を買ったようだ。なんで暇、そんなさ、ちょっとついでに感覚でさ買っちゃったの、そんな高い壺。バザーの客ムルギザ、金持ちなバザーの客、札束で仰ぎながら歩いている。相手の行動回数を下げる。教会の牧師フォルシオ、海沿いの教会の牧師、アーメン教の教徒でもある。能力強化をリセットする。あーまあ超微妙かな。どっちかって言ったらアーメン教から上ポヨヨン教に入れ替えるためにこの人洗脳を始めるっていうのも大事かもしれないね。教会のシスターランシア、優しそうなシスター。好きな麺類キシメン。どうして麺類が出るの。キシメンのこと言ってんのかな。お祈りをする老婆ベルサ、教会で祈りを捧げていた老婆、アーメン教の熱烈な信者である。後のウェポヨヨン教の後の信者なんだろうな。お祈りをする青年、イラルフ、教会でお祈りしていた青年、とても真面目な性格、見た目からもそれが伝わってくるよ。冒険者、クリク、メガネの似合う緑髪の冒険者、廃墟巡りが趣味、氷の魔法が発生。釣り人、フィシグロ、釣りと海が好きな老人、しかし釣りの腕前はあまりない。なぜ毒が 60% なんだ。老婆の魅力なのかな。この人のおかげで海がゲットできることを教えてもらえたからね。ありがとうございました。冒険者ダーガ、気の強そうな冒険者の女性、仕事を探しているらしい。3回攻撃。仕事見つかったのかねこの子。早くおじいちゃんを安心させてほしいけれど。コンビニの客アルサト、コンビニで買い物をしていた男性、どのジュースにするか悩んでいた。ジュースは限定なんだ。お茶がいいよお茶が。ヤンキーレザビリ、攻撃力46もあるんだ。コンビニ前にたむろするいかついヤンキー、怒らせると怖そうだ。一旦行動負の 20%、 結構威力は高いんだね。犬、そこら辺にいた野良犬、人懐っこくて可愛い、誰か飼ってあげればいいのに。猫、そこら辺にいた野良猫、ノロンノロと喉を鳴らしている。攻撃力を下げる 50%、 結構強いの。墓参りの老人ブレイク、村に住む優しい目をした老人、毎日妻の墓の前で手を合わせている。その墓を私は売ってしまいましたけど。即死 5% なんだ。へえ、じゃあロックオンで 100% 即死ってことか。強い強い。さあじゃあ人類は全て滅亡したので、今度は魔王を滅ぼしに行きたいと思います。滅ぼしじゃない、売り物にしに行きたいと思います。で道中なんですけれど、モンスターをゲットしていきたいなとは思うんですけれどね。多分ここにいるモンスターがほぼ全世界にいるモンスターだと思うんで捕まえていきたいんですけれど、このダンジョン武器が8つまでしか持てないと。で8つのうちランダムな4つが選ばれて攻略していくという感じになってくるので、しかも魔王女で取ったものっていうのは使えないという制限があるんですね。なのでまあ、ゲットはしますけれど鑑定は出てからという形になります。まずは魔王を目指して頑張ってみましょう。お願いします。さあ魔王戦いるか。あ、いるいる。君消えたんじゃないの。我は魔王なる。で、また君来たの。そう、勇者が使えないんで私がもう倒すしかないんですよ。
ちょっと来すぎじゃない？もしかして暇つぶしみたいなの見て、そんなことないですよ。ちゃんとしたね、大義があって来てるんです。え？なんで封印されたのにここにいるのかって？まあ、形式的には封印されたんだが、別にわざわざクリスタルの中とかに封印されてなくても、ちゃんとここでおとなしくしておけば、実は OK なのだよ。そうだよね。悪さでしなければいいんだしね。封印中はちゃんと封印手当をつく。そんなのもあるんだ。すごいね。福利厚生が働いてる世界なんだね。部下に食材とか買いに行かせれば生活には困らないし。でも暇じゃない？それだと。つまりしばらくはここで引きこもり生活ってわけだ。結構いい仕事なんだ、魔王っていうのは。そうか、だからね、100年に一度ぐらい魔王が復活みたいな、そういうのが流れるけど、ああいうのって多分そのニート生活に飽きて、そろそろ外に出ようかなって感覚で出てきてるんだろうね。すごいな、ドルハーバー。ともかく、またここまで来たということは、この魔王に挑戦する権利があるということだ。我は全力で君と戦い、魔王としての役目を全うするの。ちなみに、もし負けて再挑戦しに来た時には、このテキストはスキップできるから安心してくれるの。前回も言ってたけど、今回は2度目にあったバージョンのテキストがスキップされるということなんだな。さあ、今回の目標は、こいつをゲットするということなんですが、できるかな？今回8つ制限があったので、所持武器に。ね、枯れ木と、虫取り網がないんですよね。なので、ちょっと不安ではあるんですけれど、頑張ってみる。とりあえず切り捨てごめんで。よいしょと。これでおそらく動きは削れる。やっぱ強いな、こいつ。これさ、この状態でゲットとかさすがにできないもんね。ちょっと最強出力で攻撃しまくるしかないか。攻撃で。で、あと、半分ぐらいになると、多分2段階目なんで、これ1段階目でゲットとかできないよ。ダメか、石化とかで。こいつは回復しないから別にいいんだけど、強くね？なんでしょう、強い。2回攻撃で200とか、やばくない？半分まで削れば、なんかさ、こいつ弾なんかないんだよ。てか、なんかめちゃめちゃ強化されてない？めちゃめちゃ強くなってんだけど、こいつ。やべえ。薬草もっと買っとくべきだったから。いや、でも結構買ったつもりだったんだけどな。これ攻撃して、あとどれぐらい？あと3分の、やばいな。回復は一応追いついてるのか。で、一旦に1回回復して、攻撃さえしてれば死ぬことはないと。さあ、これで、凍てつくハード2回攻撃だ。一応切り捨てごめんで死なないかな、どうだろう。一応これで死んじゃったらしょうがない。またやり直せばいいだけ。これで攻撃して、OK。これで2、3ターン。これで捕まえられなかったらきついな。あと何回かダメージ与えてもいいけど、とりあえず試そう。石化の状態で。2回、3回。いやー、捕まんねえな、こいつ。どうすってか。あー、初めての敗北。ウエコは倒れてしまった。平和村から、あ、そういうのができるんだ。ちょっともう一度やり直しとかできないのかな、魔王城前から。かぁ。2000円喪失だって、すっげー安いんだけど。今もう金腐るほどあるからな。まあでもテキストが飛ばす、上子。お前はまだ死ぬべきではない。初めての死で、誰これ？これ神様もしかして武器の神様。俺もうゲットしてあるはずなのに。あ、墓の前からとか、やめてよちょっと。本当に生き返ったみたいじゃん。じゃあ魔王戦、もっと強力な武器を持ってくるしかないな。あれだ、木だ。こちら倒れた木ですね。これが一旦行動不能。前までは 100% だったんですけれど、アップデートで弱体化されてしまったようです。倒れ朽ち果てしまった木、今や森のオブジェとして佇んでいるということなんですけれど、これね、アップデートの時倒れた木ともう一つこのダブルベッドっていうのが、なんかの効果がね、弱体化されてたんだよね。だからおそらく、これも強い武器なんじゃないかなと思うんだよね。ちょっと試してみるか、ダブルベッド。普通のベッドよりとボフと後だっけ？威力はそこまででもないよね。二人同時に寝られるダブルベッド。寝心地は最高で。睡眠が 90% ってことか。睡眠ってこれ何ターン永続なの？これ前まで 100% だったってことでしょ？それは強すぎるってことで 90% になったみたいだけど、今回復してたの？多分寝てる間はちょっとずつ回復するとかいう効果が生まれるってことなのかな。じゃあさ、これ睡眠だったら、何ターンかちょっと試してみるか、このじいさん。これじいさんワンパンしちゃいそうで怖いから。おそらく3ターン、4ターンずっと眠らせることができるんじゃないかな。ってことは、寝てる間にゲットすることもできるってことですね。てくか、じゃあ。さあ、この HP ならいけるはず。お願いします！おーっしゃ、ワンパン！
まさかの1回で、前回のあれは何だったんだよ。魔王ドルハーバーゲットしました。見たことのない武器だ。いやー、長い戦いでしたね。なんとかゲットすることができました。ありがとうございます。魔王ドルハーバーを倒した。いやー、こいつは絶対強いって。だってものすごい苦労したもん。やっぱ虫取り網は必須なのかな、こういう捕まえにくい敵の場合には。いや、しかしよかった。また何回も何回も繰り返すと思ってたから、すげえ嬉しいわ。これはこれもついでにゲットしとくと、魔王城も装備しとこう。でけえな。じゃあ魔王城と魔王の効果見てみましょうか。魔王城、魔王が住んでいる邪悪な城、武器として使えば魔王並みに強力。54は結構強いね。でもこれぐらいしかないの、魔王も微妙じゃない。シュールだな、魔王様持ってると。おい、部下たちよ、魔王に殺される運命の部下たちよ、探ってみましょう。よいしょっと、まか、あ、強いじゃん。しかも混乱も、世界を滅ぼさんとする魔王、実は世界平和を願っている。こいつがマジ大統になった、王様になった方がいいんじゃないかな。これ結構44で2回攻撃か、結構強いね。強すぎて草生えるよりも88になるわけだから強いよね。混乱 20%、 まあ射程も短いけど、強すぎてもね、射程1マスしかないし、強すぎて草生えるが、あんまり強すぎなくて草生えるんだよ。そこまで強くないんだよね、いろんな武器見ちゃうと。こういう武器とか見ちゃうと。でダイヤモンド虫、これ魔法がないとかなりきつかったけれど、83、世界一硬い生き物、物理攻撃など全く効かない、防御力を下げる 50% か。 50% っつうのはまた微妙なんだよね。せいぜい 70% ぐらいは欲しいよね、追加効果だと。じゃあ魔界の灯籠、よいしょ、これは72。お、炎も出るわけね。魔界で作られた邪悪な灯籠、紫の炎がかなり魔界っぽい。色味は大事よね、色味は。青い炎の方が強いっていうイメージもあるしね。よいしょ、鬼キノコ、キノコはやっぱ毒、追加攻撃かなかった。見るからに毒々しいボディを持つ、間違えても食べないように。さすがにこの見た目だったら食わないよね。胞子を撒き散らす、多分これ毒の追加効果だと思うけど、そこまで強くないな。闇コウモリ、闇に紛れて襲ってくる厄介なやつ、噛みつかれると終わりと痛い。こいつ攻撃が当たりにくいから結構めんどくさいっちゃめんどくさかったけど、仲間になると微妙なんだね。ブラッドゲイズ、返り血を浴びすぎて変色したゲイス、こいつの弱体魔法には注意、全弱体の魔法となる。これ必ず唱えるってことだよね。これ強くないか。こっちの、能力を上げる系は、勇敢デビルとか言ったけど、下げる系はこいつが一番優秀な感じがする。死神、死を司る邪悪なモンスター、見つけたものを地獄へ引きずり下ろす、闇魔法玉を唱える。まあ、微妙だね。あの杖の劣化版って感じか。うじゃうじゃ虫、うじゃ虫の王、武器を風化させるうじゃうじゃ玉を飛ばして攻撃する。相手が武器を装備してないからその効果は発動されないと。クソ弱えじゃねえかよ。デシベル調、想像を絶する音量で鳴く鳥、朝鳴くと起きない人はいない、通常攻撃以外は封じる。んー、まあ、効果は微妙だけど、目覚まし時計としては使えるかもしれないね。極炎魔、まがまがしい色の炎をまとう馬、地獄からやってきたとか噂レベルなんだ。炎を吹き出す、まあ今となっちゃ微妙かな。さあこれで魔王城でゲットしたものは全て鑑定しました。 77.7% 語呂がいい、素晴らしい。じゃあやっぱあれから日用品とかそういう系、あと自然のものとかがゲットしていない系が多いってことかな。これで77か。じゃあとりあえず持ってるものでまだ鑑定しないものも結構あるみたいだから、それをちょっと鑑定しとこうか先に。丸テーブル、丸くて可愛い小さなテーブル、角がないため威力は頼りない。でも家にあると赤ちゃんとかいるご家庭には角よりも丸の方がいいと思うね。四角椅子、四角く小さな椅子、角があるため丸椅子よりも強い、一旦行動の 50% がそこそこ強いね。タンス、衣服がしまってある棚、左足の小指をぶつけると死ぬほど痛い、右足でも痛いと思うんですけれど。本を置いてある棚、壁に取り付けて本を置いておく棚、あ、台、正直この位置では誰も取れない。あんなところに本置く人いるかな。まあ、多分読まない本とか、多分インテリアとして飾るみたいな、そんな感じかな。貧弱、貧弱が 30%。これは攻撃力を大幅に下げるステータスみたいですね。そこそこ強い。花瓶、可愛い花と花瓶のセット。美しい花には美しい花瓶が重要だ。トゲがあるのさじゃないんだ。攻撃力を下げる 50%。回復とかすればいいんだけどね。米俵、パンパンに詰まった米袋。
農家への感謝を忘れずに振り回そう。感謝を持ってるなら振り回すのよ。食後のコーヒー、飲めば午後からも頑張れる一杯、カフェインで眠気も吹っ飛ぶ。食前のコーヒーの方がダイエットにはいいけどね。睡眠体制を上げる 100%、 それ絶対眠らなくなるってことでしょ。すげえバッドステータスやん。暖炉、豪華な雰囲気の暖炉、上の細い部分を持って振り回す。あ、そっち側持ってるんだ。で、炎が発生すると。日記、誰かが書いた日記、読むと自分の黒歴史が蘇ってくる。それは人によるんじゃない？俺も黒歴史と考えちゃうから書かないけどね。ボロ絨毯、かなりボロい絨毯、若干変な匂いもする。まあ、年季が入ってるだろうから、いろんな菌とか匂いが染み込んでるだろうね。回避率を下げる 75%、 そこそこ強い。豪華な絨毯、真っ赤で豪華な絨毯、最高級の生地で作られている。でもあのボロよりも弱いんだね。微妙。地図、手書きの地図、冒険の必需品だ。なぜさ、道を示すべき地図が混乱を招くの？それ間違った地図ってことじゃない？大丈夫？緑カーテン窓、緑色のカーテン付きの窓、カーテンで敵の視界を遮ることが可能。命中率は 100%。 そんなん跳ねのければいいじゃんけど、なんで 100% なんだよお前。ステンドグラス、綺麗な模様が描かれた窓、教会と言ったらこれである。そうだね、そういうイメージあるね。教会、海沿いに立つ神聖な教会、神に感謝しつつ振り回そう。神様は認めてくれるのかな、それ。能力強化をリセットする。まああんま使う機会ないよね。右向き女神像、常に右を向いている不思議な女神像、聖なる力でかなり頑丈にできている。貧弱 15% か。微妙。木箱タワー、木箱がたくさん積み重なったタワー、うまく敵の頭上になだれをさせて使う。誤解攻撃、毎回毎回積み直して崩してるんだね。大変だね、すごい労力。ボロい布団、質素で寝心地の悪そうな布団、翌朝関節が痛む。なんか眠ったのに逆に疲れそうだね。睡眠は 25% なんだ。微妙だね。真っ赤のカーテン、趣味を疑うほどに真っ赤なカーテン、遮光性は高そうだ。命中率を下げる。お金持ちの家にしかなさそうだよね、こういうカーテン。草 A、 色も形もオーソドックスな草、他にも B と C が存在する。 D はないよね。石碑、重要なことが書いてありそうな石碑、しかし文字の解読は非常に困難。読める字で書かれてないの。よく読めたね、上子ちゃん。ヤシの木、南国に生息する木、見ていると南国気分になっている。確かにね、千葉とかに生えてるとそんな気分はならないけど。折れて朽ち果てた柱、朽ちた上に折れてしまった柱、柱としての役目を果たし尽くした。でもなんかオブジェクトとしてはまだ役割をね、果たしてるんじゃないかな。防御力下げて 50%。 折れた柱、折れてしまった柱、折れた面は結構ギザギザしてそこをぶっ刺すんですね。わかります。水晶テーブル、怪しい水晶とセットになったテーブル、水晶は怪しいが魔力を感じる。ランダムで攻撃魔法、魔法使いの超劣化版って感じかな。たくさんのリンゴ、たくさんの美味しそうなリンゴだが、果たして。誤解攻撃、猛毒、魔女が持ってるリンゴだからね、毒とかありそうだけど。この後スタッフが美味しくいただきました。花の絵、美しい花の絵、額縁は硬いので武器になる。攻撃力を下げる。額縁だけありゃいいじゃない。プレゼント箱、可愛いラッピングが施された箱、中から魔力のようなものが感じられる。なんだろう、魔道具グッズみたいなのをそうやってプレゼントしてるのかね、子供たち。怪しい絨毯、不思議な雰囲気の絨毯、しかし生地は意外と安っぽい。ああ、でも 100% だね、その終わりに。魔女の家、魔女の住んでいそうな怪しい家、屋根の色合いが派手だ。よく見ると派手だね。魔女の家っぽくはないけどね。魔女の服、魔女の家にあった服、拾う際にいささか罪悪感を感じた。まあ、下着じゃないからいいんじゃない、服ぐらいだったら。いや、ダメだろ、服もダメだよ。勝手に物を盗むのはダメですよ。人の絵、知らない人の顔だ。誰だお前。芸術とは難しい。まあおそらくね、書かれた本人もそう思ってると思うよ。チェックタイル、チェックで派手なタイル、若干趣味が何でもない。ちょっと古いよね。化けキノコ、胞子を撒き散らしながら襲ってくるとても危険なキノコ、胞子を撒き散らす。まあ微妙だな。やっぱりあっちの黒い方がちょっと強いって感じだな。じゃあこれで今持っているアイテムの全ての鑑定は終わったんじゃないかな。 88.4%、 あと 12% だよ。これは次回終わりそうですね、全ての図鑑。そして最後のエンディングが見られるんじゃないでしょうか。じゃあ時間もいい感じなんで今日はこれで終わりたいと思います。とりあえず 88.4% まで頑張れたんで、次回完成させたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。